ケイシー・ロジャースはアメリカ合衆国の女優。ミズーリ州、モアハウス市生まれだが、2歳の時にはカリフォルニア州に移り住んだ。本名はリモケネ・ロジャース。子供の頃に野球が得意だったことから、有名なし、ケイシー・アット・ザ・バットにちなんで友達からケイシーというあだ名をつけられ、この頭文字を C からゲイに変えて、後の芸名とした。当初はローラ・エリオット、 または、ローラ・エリオットという芸名で、パラマウント映画での俳優の仕事を始めたケイシーは、長方部ンディック・バートン、サムソンとデリラーイと裏切りの伝説、ペイド・インフル、失われた世界と順調にキャリアを重ね、アルフレッド・ヒッチコックの、見知らぬ乗客にも出演した。1950年代中頃からは、TV ドラマシリーズに数多くゲスト出演していたが、1964年には、 テイトンプレイスで主役に抜擢される。さらに1966年にはアイリーン・バーロンから引き継ぐ形で奥様は魔女のルイーズ・テイト役に抜擢された。1972年に番組が終了してからは若干の TV ドラマやバラエティなどにゲスト出演していたがやがて家庭に専念するために俳優を廃業した。2度の結婚でも受けた4人の子供たちを 育て上げてからは、執筆や TB シリーズサンオブ A ウィッチの脚本などで、その才能を生かしていた。口頭がんを罹患し、数年間の闘病生活を過ごしていたが、2006年7月6日に、心停止に陥り没数。1970年代からはオートバイに興味を持ち始めた。息子が購入し草レースで優勝したことに触発され、 KC 自身もバイクに乗り始めた。だが、最初に所有した、ホンダ製 500cc ロードスポーツには取り回しに、苦労させられ、すぐに 125cc ダートトラック用に乗り換えた。これが、モトクロスレースの世界とか、変わりを持つきっかけになった。1974年、彼女は、女性ライダーを支援する組織、パーを立ち上げ、1975年には、 ロサンゼルスメモリアルコロシアムで女性選手による大会を開催し、大成功を収めた。なお、パウダーパーフとは、モダンサイクルマガジン誌で連載していた彼女のエッセイのタイトルであり、現在では女性レースのクラスメイトもなっている。1977年まではレースにも出場しており、ケイシーは女性ライダーとして、また、オーガナイザーとして、パイオニアの一人に挙げられている。 ありがとうございます。